はい、じゃあカットします。隣の同級生の女の子、すごいそこ一部悪くてさ、うん、田中さんっていう隣のうちの、いつも私とね、河原屋の今泉の河原屋のね、みーちゃんがね、その子に誘われて、そそのかされて、いつもど 水があるとこ行くんさ、はい、後ろからね、殺人行為なんだよ。足とかね、手でね、水の中顔つけちゃう、うん、恐ろしい女だなぁと思って、お母さんに言ったら、親同士が喧嘩になって、実家の母とお宅のことは付き合えないって、はい、うん、それっきりになったそれっきりになった。それだって、その子はお母さんの前でうんといい子なんだよ。だからそれがまずいよ、うん。私たちには恐ろしいこと、殺人行為を。だって土手で歩いてても後ろから足引っ掛けて倒しちゃう、うん、女の子だよ。男の子なんかまだね許せるけど、女の子は使わないな。おばさんに言ったら、うちの子はね優しく